俺たちのジャパンへようこそ。仕事の配属や家庭の事情など様々な理由で海外に移住する人は少なくありませんが、自分が生まれ育ったのとは全く別の環境へ行けば文化も習慣も違うのは当然のことですよね。それが新鮮で楽しい一方で、生活するとなると戸惑う場面も多いものです。今回のエピソードでは、仕事の関係で母国デンマークから韓国へ移住した一人の女性が登場します。彼女は母国とは全く異なる韓国の文化についていくことができず、心身を疲弊してしまうことに。しかし、そこで新たに移住することになったのが隣の国、日本でした。韓国でのトラウマのせいで不安な気持ちを抱えながら日本にやってきた彼女ですが、そこで予想外の体験をすることに。一体彼女は韓国と日本でそれぞれどのような体験をしたのでしょうか。ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。私の名前はアンネ、デンマーク人よ。だけどここ数年は母国のデンマーク以外の国で暮らしている。まず初めて海外移住したのが韓国だった。私はもともとレストランでパティシエとして働いていて、将来は独立するのが夢だったの。そのためにできるだけいろいろなところで働いて自分の技術を磨きたかったのよね。そして初めて働いたレストランで3年ほど働いたある日のこと、先輩から知り合いが経営している韓国のレストランでパティシエを募集しているっていう話を聞いて挑戦してみることにしたっていうわけ。海外で暮らした経験はなかったけれど、他国のスイーツにも携われるのは絶対に自分の強みになると思ったから。でもその決断が私を長きにわたって苦しめることになるなんて、この時は思いもしなかった。まず私の考えが間違っていたのは、外国人が歓迎される環境であると勘違いしていたということ。私が働いていたデンマークのレストランにも外国人が働きに来ることは何度かあったの。言語が通じない時は確かに苦労したけれど、異国の地で頑張っている彼らの姿勢はとても素晴らしくて、だから言語の壁も越えて私は外国人の彼らをすぐに好きになったし、今素晴らしい仕事仲間になったと感じたわ。そういう経験があったから私も韓国で歓迎されるものだとばかり思っていたんだけど、まずその認識が大きな間違いだった。初めて韓国のレストランに出勤した日、入り口まで私が来ているのに気づいているはずなのに、店内にいたスタッフは私のことをスルーした。その段階ではお客様の可能性もあるのに声もかけないことに少し違和感を抱いたんだけど、その時はあまり気にせず、今日から働かせていただきます、よろしくお願いしますと声をかけた。するとやっと反応を示した上司は私のことを上から下まで舐めるように見た後、不愛想な態度で何かを言った。なぜ何かなのかというと、彼女が発したのが韓国語で私には理解ができなかったから。私はデンマーク人なので韓国語はわからないし、初めはそれを懸念していたんだけど、ここを紹介してくれた先輩が韓国人は英語も話せるから大丈夫だよと言っていたから安心していたのに。もちろん韓国で暮らすのだから韓国語も勉強はしてきたわ。でも早口でネイティブに話されるとやっぱり瞬時に会話に応じることは難しかった。言葉が分からず戸惑っている私に、上司は苛立った様子でまた何かを言ってきたので、恐る恐る英語で話してほしいことを伝えたわ。そうしたら上司はご立腹で、外国人と働くだけでも面倒で迷惑なのに韓国語がわからないってどういうつもり？どうして私があなたに合わせて英語を使わないといけないのよ。一体何様のつもりなのかしら。
そんな厳しい言葉を言われるとは思っていなかったので、すっかり萎縮してしまった私。この店でちゃんとやっていけるか不安で仕方がなかったわ。とはいえ先輩に紹介してもらって、わざわざ韓国に渡ってきた手前、やっぱりやめますなんて言えない。不安しかなかったけれど、私はこの店での勤務を始めた。実際に働いてみると、まあ初日に感じた気持ちの通り、質問をすれば自分で考えろと怒られるのに、自分で考えて行動すれば勝手なことをするなとまた怒られる。しかも普通に注意してくれればいいものを、いちいち怒鳴ってくるから怖いし、そんなことが毎日なので精神的に疲れてくる。そんな環境でも紹介してくれた先輩の名誉を守るため、そして自分の経験のためと言い聞かせて、なんとか自分を奮い立たせていた。そして私がこのレストランで働き始めて半年ほど経った時のこと、初めての後輩ができた。韓国人の女性で、しかも同い年と聞いてすごく嬉しかった。今まで職場には年上の先輩しかいなかったけれど、年が同じで自分よりも新人となればきっと話しやすいはず、仲良くなれるんじゃないかと期待しながら、彼女の初出勤日を今か今かと楽しみにしていたの。でもそこでも私は大きな絶望を味わうことになる。こんにちは、私はデンマーク人のアンネ。わからないことがあったらできる限り力になるから何でも聞いて、今日からよろしくね。私は新人のスヨンに親しみを込めてそんな挨拶をした。するとスヨンは全く予想もしていなかった反応を、え？怪訝な表情でそう言ってきたので驚いた。何か気に障るようなことを言った覚えなんてこれっぽっちもないんだもの。私が固まっていると、スヨンは続けた。あなた私より年下なんじゃないの？どうしてそんなに偉そうなわけ？私はその言葉を聞いて驚きつつ少し安心した。彼女はきっと私を年下だと勘違いしているから、偉そうで失礼だと感じたのだと思ったから。だからその勘違いを解けば打ち解けられると思って、デスクの上に用意してあった生年月日のデータを見せてこう言ったの。ほら見て、私たち同い年でしょ。でもスヨンの表情は不機嫌なまま。そして何言ってるのよ、あなたの方が4ヶ月も年下じゃない。しかも先輩って言ったってたったの半年でしょ。偉そうな態度取らないで、私はお姉さんなのよ、と言われたので言い返す言葉もなかった。韓国人は上下関係を重んじる文化だというのは知っていたけど、たった数ヶ月違いの同学年でもそれは有効だなんて。すみませんでした。私はすぐにそう謝って自分の仕事に戻った。スヨンが入ってくることをとても楽しみにしていたのに、彼女の方は全然そうじゃなかったみたい。上司たちも同じ韓国人であるスヨンの方が可愛いようで、私への接し方と全然違うものを見せつけられて、やっぱりこの店、この国には私の味方なんていないんだと実感したわ。だけどなんとか踏ん張って、私は韓国で5年間も働いた。5年経ったところで韓国を出ることになったんだけど、その理由は母国のデンマークに帰るからではなかった。韓国で知り合ったドイツ人の彼と結婚することになったんだけど、彼が日本へ転勤することになって、韓国から日本に移住することになったの。韓国は5年間暮らしても慣れなかったし、店の人ともいい関係を築くことはできなかった。だから韓国を出られることはとても嬉しかったんだけど、行き先は隣の国。
韓国では散々嫌な思いをしたけれど、自分が作ったものを食べて誰かを幸せにしたい、いつかは自分の店を開きたい、そういう夢を捨てきれなかったから、私は日本でも飲食店で働く決意をしたわ。隣同士の国なら文化や国民性がよく似ていてもおかしくないし、きっと日本でもまた怒鳴られたり怖い思いをするんだと思ったわ。まあ韓国生活でそういう扱いには慣れているけど、そしてそんな不安と諦めの気持ちを抱きながら勤務先である日本のカフェに初出勤をした。正直期待はしていなかったわ。でもそこで私は想像もしていなかった驚きの体験をすることになるの。私が恐る恐る店内に入ると、いらっしゃいませと女性店員が笑顔で挨拶をしてくれた。今日から働くと説明すると、あなたがアンネさんね、はじめまして、私は店長の鈴木よ、今日からよろしくねと笑顔で挨拶をしてくれて、どんな怖い顔で迎えられるのかと思っていたから、それだけで涙が出そうなほど安心したわ。でもここで泣くなんて驚かせてしまうので必死に我慢したけどね。その後他のスタッフも笑顔で自己紹介をしてくれた。この時には私も30歳になっていて、先輩スタッフの中には年下の人も数人いた。だけど韓国のように何より年齢が大事なのか、それとも先輩が上なのか、日本の文化がよくわからなかったので、また失敗をしないように誰に対しても礼儀正しく接するようにしていた。だけど日本人は私が想像しているのとはまた違った接し方をしてきたので驚いた。どういうことかというと、日本人は私を店に入ってきたばかりの新人でも年上でも年下でもなく、私を私と認識して関わってくれているのを感じたの。私という人間はデンマークと韓国で計8年間パティシエとして働いてきて、スイーツ作りにはそれなりの経験がある。そういった今まで見てこなかったはずの私に人生を踏まえて尊重した関わりをしてくれていたのよね。具体的に言うと、新人だからと言って雑用ばかりさせるのではなく、スイーツ作りに関して得意なことややってきたことをヒアリングしてくれる。そしてそれを積極的に実践させてくれて、店では先輩にあたるスタッフに対しても教える側に回してくれる。そうすることでスタッフそれぞれの得意を他の人にシェアすることができて、みんなの技術や意欲が高まっていく。もちろんそれは私も同じで、場所が変わっても自分の今までの努力や人生が認められた感じがしてすごく嬉しかったの。すごい、日本ではあまり見たことがない作り方です。真似してもいいですか？先輩スタッフがそんな風に言ってくれるから、私も自分の技術や考えを惜しみなく見せることができて、正直デンマークでも韓国でもこんなにやりがいがあって楽しいと感じられたことは一度もなかったわ。今私は日本に来て3年目になるんだけど、韓国にいた5年間より短いなんて信じられないくらい、とっても濃厚で素晴らしい時間になっている。それは日本人が外国人だからとか関係なく、一人一人を敬い重んじる人たちだからだと思う。年齢や国籍にとらわれて萎縮する必要のない本当に素晴らしい国なの。初めに来た時はどうなるかと思ったけれど、私は日本に来てよかったって心から思っている。いつか日本で店を出すことが私の新しい目標よ。韓国人が年齢に厳しいのは噂で聞いていたけど、数ヶ月違いの同学年でもこだわるなんて驚いたよ。一日違いだったらどうなんだろうね。異国の地で暮らすのってすごく不安なのに、
職場の人がそんなに怖くて外人嫌いなら、自分なら1週間も続けられる自信がない。5年もよく頑張ったよ。日本人は礼儀正しいけど、それを人に強要しないのがいいよね。個人の経験を重んじてくれる上司って本当に素晴らしいと思う。数ヶ月違いの同い年に慣れ慣れしく話しかけることよりも、初対面の外国人に怒鳴り散らす人の方がよっぽど失礼で人間性を疑うけど、文化が違うってこういうことなんだね。日本人は決して年齢を軽んじているわけではなくて、年齢以外の大事なこともちゃんと分かっているってことなんだよな。いろんな視野で見られるというのはすごく素敵だ。日本にも年功序列という言葉があり、年長者を重んじる傾向がある一方で、年齢に関係なく先輩を敬う文化も同じくらい浸透していると思います。どちらが正しい、正しくないということはありませんが、どちらも自分より多くの経験をしている相手を尊敬するという意味では大切にすべきことです。敬われる側に立つ人間が偉そうにするのではなく、相手に寄り添い尊重する姿勢を見せることが良好な関係を築いていく秘訣なのではないでしょうか。皆さんは年齢と経験、どちらが大事だと考えますか？そういったことを意識したエピソードなどもあったら、ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。